はい、ではこれからネズコロネちゃんを作りたいと思います。はい、材料はこちらです。まずネズコちゃん、つまようじ、セルテープ、コロネ、チョココロネでございます。はい、こちらはセブンさんで買いました。はい、とっても簡単です。ネズコ、コロネズコちゃん、コロネズコちゃん。の作り方はですね、まずこれを裏返して、こちらに、これはね、こう出てくるので、この辺にテープでピタッと留めます。ちょっとなるべくはみ出さない方がいいです。こんな感じでつけたら、はい、刺しまーす。ディ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 。ちょっと上からだから見にくいかも。いい感じでこうなんだろう出てきてるような感じで刺していきます。ちょっとねチョコレートがひっつきそうなんですけども、はい、出来上がり。このパンが潰れちゃった。コロネズコちゃん出来上がりです。はい、こんな感じです。なぜこの子を作ろうかと言いましたらですね、コロネはね、シンくん、うちの息子が好きなんですけどまあそれはいいとして、佐々木朝日さんっていう YouTuber いらっしゃるんですけど、私本当いつも好きで拝見させていただいてるんですね。で、佐々木朝日さんの弟さんも YouTuber で動画を上げてられる、上げ取られるんですけど、その方が、なんだろう、DIY の動画をよく出されてるんですけど、手作りのね。で、まあそれがすごい面白くて、今回もね、コロネをキジンジャーズというね、見ていただいたらすぐわかると思うんですけど、キジンジャーズっていう、なんか映画の予告編みたいなの作られてて、で、それにこのコロネが登場するんですよ。で、そのね、裏側みたいな動画の中で、コロネをこう動かしてる動画がありまして、それを見て、あ、なんか可愛いなって思って、もしかしたらねずこちゃん飛び出せれるんじゃないって思ったんですね。鬼滅の刃アニメ編の14話に出てくるねずこちゃんが箱からこうパンって出てくるあの可愛い顔です。そう、それがパッと出てきたので、あ、これ思ったら面白いなと思って、そしたらコロネねずこみたいなできるじゃんと思ったので、コロねずこちゃんを ちょっとね、きっとうまくできるんだろうけども、チョコがちょっとあまりにもここちょっとついちゃうとね、あれなので、まああれなんですけども、こういう感じでね、こうふわーって出てきたような感じで作れました。もし皆さん作ってみてください。まあちゃんとね、このコロネちゃんはちゃんといただきますのでね、まあニュンと出てきた感じもいいんじゃなかろうでしょうか。はい、そんな感じでございました。コロネズコちゃん作っている間にですね、またもう一人ちょっと飛び出したいなっていう方がいらっしゃるので、その方もちょっと飛び出してみました。